おそら関山んんは、広島県山形郡秋大田町と島根県、増田市との境にある標高1346.4メートルの山で、広島県と島根県の最高峰である。西中国山地国定公園に指定されている。中国山地西部の冠山山地に属し、およそ860メートル南西にある旧ら関山と、相似法を成している。山頂には山等三角点。 ラカンが設置され1346.35メートルとなっている。中国山地では、長部のなだらかな山が多いが、オそラカン山の周囲は、断層沿いに比較的急峻な谷間が刻まれ、その一つが三段橋である。山頂の山東三角点南北に伸びた稜線の東斜面には、スキー場、オそラカンスノーパークが造成されており、下記はスキー場の麓にある牛小屋高原で、 キャンプ場を中心としたレジャー施設が営業している。登山ルートは牛小や高原から、スキー場を通過して直到するルートや、西斜面の台所を原から直到するルートのほか、北の夏焼峠や南の旧羅関山を経由して、尾根つ隊に登るルートなどがある。尾根つ隊のルートは、北は、戸石号山、南は、焼杉山を越えて縦走できる。おそら関山の周囲には、 標高の近い山が連なっている。高津川水系の支流である亀井谷川や大田川水系の支流である田代川が、おそら関山の山腹を源流としている。ありがとうございます。